を頼めるか。戦場に身を置くこと40年、筆頭画廊にレッスン、その自負はあの男に粉々に砕かれた。お市様だけでもと神明を落とし、最後の願いを霊石に託したまで。何の未練があろう、また難儀させてすまぬ。もしや明智、今の自分は一介の僧天海でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。